日本鹿児島県鹿児島市黒上町黒上町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島号黒神村、鹿児島郡東桜島村大技黒神。郵便番号は橋の木け国は891-1501、その他は891-1401。人口は118人、世帯数は86世帯。面積は16.5平方キロメートル。 鹿児島市の最東端、活火山である桜島の東部に位置しており、桜島の噴火による溶岩の流出や火山灰の後輩による埋没を数度経験している。対象大噴火の際には、桜島と大隅半島を隔てていた瀬戸海峡を呼び、瀬戸海峡に面していた瀬戸集落が溶岩の流出によって埋没したことにより、大隅半島と接続し、黒髪集落には火山灰が 1> 約1.8メートルから2.2メートル程度、降り積もった。黒上集落にある原御社神社の鳥居は、噴火により、上部を残し埋没しており、噴火により埋没した鳥居として、鹿児島県の天然記念物に指定され、噴火の凄まじい威力を伝える史跡として残されている。黒髪町は1 9五十年十月一日に、東桜島村が、鹿児島市に編入された際、 それまでの大技黒上及び大技瀬戸の全域をもって新たに鹿児島市の町として設置された。本校では黒上町の一部となっている大技瀬,瀬戸についても述べる。黒上川から望む昭和河口黒上町の大半は大正溶岩及び昭和溶岩に覆われている鹿児島市の最東端桜島の東部に位置する。南は垂水市海型、垂水市牛根ふと、 鹿児島市有村町、北は公面町、東は鹿児島湾に面する。かつては桜島島であったが、桜島の対象大噴火によって、黒上東部の瀬戸が溶岩によって埋没し、桜島の対岸の大隅半島と接続した。桜島と大隅半島の接続部である、桜島口には、黒上風穴と呼ばれる風穴の存在が確認されており、安山岩。 玄武岩、風穴の上部は、大象大噴火による溶岩によって構成されている。桜島の南岳の北東6に位置しており、黒上町の南東部を含む南岳河口及び、昭和河口から半径2トルの区域は2020年現在、災害対策基本法の規定に基づき、鹿児島市町によって警戒区域に設定されており、災害応急対策に従事する者以外の立ち入りが、 禁じられている。また、京都大学防災研究所附属火山活動研究センター、桜島火山観測所黒上観測室が設置されており、噴火現象の観測が行われているほか、爆破観測や音アレー観測、地磁気地電流法による観測などの実験も行われている。町域の中部に、鹿児島市立黒髪小学校及び、鹿児島市立黒髪中学校があり、 黒上中学校に隣接して、原御社神社が所在している。原御社神社の車窓には、ヤ林の自然林であるミミズバイ、スダジー群衆が確認されている。また、塩屋が、元一帯はクズに覆われており、ところどころに、タブノキや荒かし、ヤブニッケイの植生がある。北部には避難港に指定されている、宇都港南部には、塩屋が、元港があり、 町域の東部を鹿児島県道26号桜島港黒上線が通り町域の南端部を通る国道220号に接続している。また、変地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき黒上町の全域が黒上変地に指定されている。黒上町の全域が国立公園である 霧島近郊湾国立公園の区域に指定されており、特別区域特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、普通地域から構成される。黒上という地名は、室町時代より見え、大隅国大隅郡向島のうちであった。文明3年9月12日に、向島黒上村において、大噴火が発生した。 札藩旧記雑録に掲載されている、池田市年代記には、文明3年9月12日、向島黒、上村年出る、人民たちと記録されている。桜島と瀬戸、黒髪を描いた絵図江戸時代になり黒髪は、大隅国大隅郡桜島里のうちとなった。黒髪は、黒上とも書かれていた。村高は、天保豪朝では48国余り、 三州五地西洋欄では138国余り、急行給料取調べ町では108国余りであった。瀬戸村も江戸時代より見えるが、薩摩藩の地主である三国名小杖には脇村のうちであったとされ、脇村から分村し、瀬戸村として成立したとされる。遠京年間の三州五地西洋欄に見えるのが初見であり村高は105国余りであった。また、 急降給両取調べ町では80国余りであった。安永8年に発生した安永大噴火では甚大な被害を停止、瀬戸では火山弾が飛来し家が炎上したとされ、後輩は約4メートルにも達した。旧南林寺境内の桜島年亡霊碑には、瀬戸村の死者は46名、黒上村の死者は5名であると記録されている。黒上村や脇村、有村、 ふるさと村の住民は、瀬戸海峡を渡船して、近隣の樽水や敷根、福山などに避難した。完成12年には、赤水村と黒神村から25名が新島に移住した。黒神には、法歴年間に温泉場が開設され、塩湯と鉄湯があった。三国名称図へには、黒神村に存在していた温泉について、以下のように述べている。 黒城温泉黒城村にあり、有質の年月つまびらかならず、ぜまた塩湯にして、農所病を治す、ぜ温泉の所在は、人家よりすこぶる地下し、ゆえに浴者のために便利なり、ぜをもって近来浴場に行く者、ふるさとより、神田大子とかや、三国名将杖巻の四十三、文久三年に、鹿児島湾で勃発した、撮影戦争では、大隅半島との海峡に位置する瀬徒は、 軍事用地とされ、砲台は設置されなかったものの警備の武士が配備された。また、江戸時代後期には、瀬戸に造船所が設置され、薩摩藩によって、洋式軍艦である昌平丸などが造船された。1887年4月2日には、鹿児島県下文軍の県により、大隅軍が南北に分割され、黒上村及び瀬戸村は、北大隅軍の所属となった。 大正大噴火以前の測量地図。桜島と大隅半島の間に瀬戸海峡があり、瀬戸の集落が描かれている。薄い灰色で描かれている影が、大正大噴火後の地形である1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い桜島の東半分にあたる湯野村、野尻村、ふるさと村、有村、黒上村、高面村、瀬戸村、 脇村の区域より、北大隅郡東桜島村が成立した。それまでの黒上村は、東桜島村の大技、黒上となり、それまでの瀬戸村は、東桜島村の大技、瀬戸となった。八百九十七年四月一日には、鹿児島県下国海郡海を変更及び軍、廃置家法律によって、北大隅群が、鹿児島軍に統合され、東桜島村は、 鹿児島軍のうちとなった。大正大噴火によって溶岩が流出し埋没した、瀬戸海峡1914年1月12日に桜島が爆発し、噴煙は高さ約1万メートルに及んだ。爆発時点で、黒上の住民は1855名、瀬戸の住民は1722名であった。噴火の予兆として、黒上では1月3日に、 井戸水が増加し9日には水が溢れ出ていることが確認されており、爆発の3日前となる同月9日頃から地震が発生するなど予兆があったことから、前日の11日までに800人が桜島から離れていた。爆発当日の早朝には1500名ほどが避難準備を済ませて海岸から対岸の大隅半島にある牛眠らいの避難を開始していた。また、 瀬戸は11日までに老人や女性、子供は全員避難が完了し、爆発時点では全員が避難を完了していた。12日午前8時から午前9時の間に爆発が発生した。黒上では避難のため船へ乗船中であったが、動転した船の船頭は30人ほどを積み残し沖へ出航した。これにより歴史したもの2名、残留不明者4名の犠牲があった。 また、避難先の牛根村では4名が、行き倒れとなった。黒髪に駐在していた巡査である前田は、9時頃から、して、南のお竹から3カ所、また黒髪からは、自分の正面に当たるところに、元の噴火口から白煙が、少しずつ見えた。それと同時に、南のお竹の砂石が崩壊したのが見えた。と語っている。爆発後の午後11時には、 黒上方面の家屋が消失したとされ、正午には瀬戸も消滅した。翌日の1月13日には、桜島から瀬戸海峡を泳いで対岸の大隅半島へ避難しようとした東桜島村の助役が歴史した。また、黒上集落には駐在していた巡査と小学校長など20名ほどが取り残されており、黒上の南東に位置する。 タルミ村大麻海型の仲間たから駆けつけた船によって救助された。同日には火災流が桜島東側に流出したことによって幅360メートル水深75メートルであった瀬戸海峡が埋められ、1月30日にはそれまでの瀬戸海峡は地峡となり大隅半島と陸続きになった。これによって瀬戸集落は完全に埋没し全滅した。 黒上集落においても二百四十六個のうち百九十七個が消失し、軽石や火山灰によって埋没するなど甚大な被害を受けた。後輩で埋没した黒上の宮原小学校お隅半島へ避難した黒上瀬戸地区の住民のうち住希望者は、国有地の無償乗与が行われた種ヶ島、肝付群沙田村の大中尾、道群田代村のうちの巻、中尾、釘の 花岡村の花里などにそれぞれ移住し、東桜島村の資料によれば、上記の国有地への移住者と、その他の移住地への移住者と合わせて、最終的には583個が他の地域へ移住した。移住先の内関有指定地への移住個数の一覧は、以下の通りである。同年2月14日には期間通達が出され、徐々に期間が始まった。 5月1日には90センチメートルもの後輩が降り積もり休止していた小学校が再開した。第二次世界大戦後になり、大正大噴火で埋没した黒上集落にある原御社神社の鳥居を住民が掘り起こそうとしたが、東桜島村長が災害の記憶として後世に残すべきであるとしたことにより、 集落の民家にあった門柱と共にそのままの状態で保存されており、これらは噴火により埋没した鳥居、門柱として1958年4月28日に鹿児島県の天然記念物に指定された。1935年9月より小噴火を繰り返しており、1939年には黒髪に新しい加工ができるなど活発な動きを見せていた。 桜島であったが、1946年1月頃より、噴煙活動を開始し、3月10日に、南岳の東側山腹で噴火が発生した。溶岩流は、鍋山と文献山の間を抜け黒髪がに、溶岩原を形成し、黒髪の集落を埋め尽くして4月5日には海岸まで溶岩が到達し、海中に約2000メートル、 最大幅2000メートルにわたって溶岩が突入した。この溶岩の流出は5月25日まで続いた。黒髪の住民は40世帯ほどが、鹿児島市内へ避難し、30世帯128名が牛、根村の松ヶ崎へ避難した。噴火の収束後には、塩焼けもとに48個、ウッドに62個が、黒髪開拓団として入植し、旗作などを行った。 しかし生活再建への道のりは遠く人手不足や、後輩に参加用の発生などにより、噴火前の高地の6分の1しか工作されなかった。かつては定期航路が寄港していた塩焼け元港。現在は漁港及び避難港として整備されている。1950年10月1日には、東桜島村が、鹿児島国石木村と共に、鹿児島市に編入された。 同年10月18日に、鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国示である鹿児島市の一部大字の変更により、東桜島村が鹿児島市に編入された10月1日に、大字黒上及び大字瀬戸の区域をもって新たに、鹿児島市の町、黒上町が設置された。この頃の黒上と他の集落とを結ぶ、交通手段として下手船と呼ばれる、不定期航路があった。 市町村合併までは東桜島村市町村合併後は鹿児島市が運営を行っており、火客の輸送を行っていた。1957年に自衛隊によって桜島一周道路が建設されると、1962年には西桜島村営バスが黒上まで運行されるようになった。1963年には鹿児島市交通局が運営する鹿児島港 黒上間の黒上航路に新造船、ひまわりが就航し、1時間20分で結んだ。しかし、道路の開通によるバスや自家用車の利用が進んだことにより、鹿児島市は黒上航路の廃止を検討した。ひまわりの航路圏が、鹿児島県内において、交通事業を行っている岩崎産業の手に渡るのを売れ入れた西桜島村は、1968年に、 旅客定期航路事業として黒上航路を鹿児島市から移管した。移管後は桜島町によって運行されていた黒上航路であったが、移管から8年後となる1976年3月26日をもって黒上航路のうち裏の前新島間を除いて全区間の運行が終了した。これによって黒上町の港から定期航路がなくなり、 塩焼け元港など、航路の寄港地は錆びれた。黒上町には、桜島の噴火による、被害対策として1976年までに、退避者2箇所、退避号2箇所、避難道路1箇所が整備された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。原五社神社2015年の国勢調査によると、 黒上町に居住する15歳以上の就業者数は43人であり、産業別では多い順に、漁業14名、農業、林業5名、教育、学習支援業5名となっている。2014年の経済センサスによると、黒上町の全事業所数は4事業所、従業者数は47名であり、漁業、水産養殖業、卸売業、小売業、 その他小売業が、それぞれ一事業所ずつ存在する。黒上では、漁業が古くより盛んであり、海岸線が複雑で入り江が多いことから、ハマチの養殖が行われている。農業人口は大量の交配の影響により極めて少なく、ウッドにおいて、ビワやみかんが栽培されているほか、塩焼け元では畑作が行われている。1975年の鹿児島市役所。 東桜島支所による統計では、塩やけ元の37個、うとに51個の農家があり、ほとんどが、県業農家であった。黒上町の農業生産工は1223万円で、あり、ビは稲、みかんの順であった。大正大噴火前には、群馬の産地であった。昭和噴火後の1958年から1961年にかけて、 鹿児島市の産業資金によって、畜産の振興策が図られたが、後輩の被害によって牧草が発育せず、以降衰退した。鹿児島市立黒上中学校鹿児島市立黒上、小学校黒上町には、鹿児島市立黒上中学校及び、鹿児島市立黒上小学校が設置されている。かつては、瀬戸に、瀬戸尋常小学校が設置されていたが、大正大噴火によって、 瀬戸全体が埋没し廃校となった。黒上中学校は、1947年に、東桜島村立東桜島中学校の文校、黒上文校として開校した。1950年10月1日には、東桜島村が、鹿児島市に編入されたのに伴い、鹿児島市立東桜島中学校黒上文校となった。 1954年4月1日に独立校となり、鹿児島市立黒上中学校となった。2020年4月1日に生徒数が0となったのに伴い、同日をもって休校となった。翌年の2021年4月6日に1名が入学し1年ぶりに再開した。前述の通り2021年現在、生徒数は1名であり、 小規模校であることから特任校に指定されている。黒上小学校は1877年に黒上小学校として創立した。1887年に簡易小学校となり、1897年には宮原小学校に改称した。1914年の大正大噴火により廃校となったが4年後の1918年に、 高面小学校の文教場として再開した。1941年には国民学校となり、黒上国民学校となった。1946年の桜島の爆発による溶岩流出のため休校となり、翌年1947年に復旧した。1950年10月1日に東桜島村が鹿児島市に編入されたのに伴い、 鹿児島市立黒上小学校となった。2014年現在児童数は5名であり、小規模校であることから特任校に指定されている。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。桜島口付近の鹿児島県道26号、桜島港黒上線。ありがとうございます。